こんにちは。えー、相手は、えー、まず、マリックナさんが2体もいます。えー、モレルでこちらの防御力を下げ、えー、グレンダで攻撃力を上げ、えー、ラタトスクが変容の回復英雄ですね。 えーこちらは対策として、えー、ガーネットとグラズルで防ぎ、えー、それでも取りこぼしたら事務、えー、キサで浄化をする、えー、アタッカーとしてエリザベスとゲフジョンを入れていますなんかゲフジョンってしょっちゅう名前変わりますよねはい、いきまーすもう赤ダイヤ作っちゃいましょう えー、温存したい思いはあるんですけれどもう使っちゃいましょうはいそれでは、えー、地無喫茶で攻撃力を上げて雲、えー、を貼り付けてどうしましょうかね 本当は穴が開くと、えー、空打ちもしやすくていいので、でもマリックナさん倒せそうだし、えー、ずっと先を考えて、えー、グレンダに、では、えー、ゲフジョンを当てて、えー、残り217。では、えー、空打ちで、空打ちで。 できるだけ空打ちでできるだけ空打ちで相手は回復役がいなくなったのでもう時間が解決してくれるかなと考えていますでは一旦グラズル使っておいてグレンダに弾を当てるか空打ちするか悩んで悩んで空打ちしましょうか えーグレンダがあと53えー1ターンはいえー、グラズルで抵抗作戦も成功ですねえーそれではそれではグラズル使って、えー、3まで溜まっているガーネット使って えー、では、もうマリックナさん受けてもいいなと考えて、ここにしましょうか。ここにしましょうか。はい。えー、大穴がいたので、えー、再び空打ちで、空打ちで、えー。空打ちで盤面進めまして。ジムキサで攻撃力を上げて、 え、雲を貼り付けて。で、えー、ゲフィオンでとどめですかね。はい、ありがとうございました。マリックナさん2体でどうなるかなと心配したんですけど、えー、なんとか勝つことはできました。えー、初期盤面の赤ダイヤ美味しかったです。はい、ありがとうございました。